やつまゆり、青山まゆりです。今日は私のお友達たちがやってきてます。お友達は目が腫れてます。はい、今日は今から中華食べて眼科行って違う、ライブじゃない、中華食べて眼科行ってセントラルパーク行ってもうメットに行きます。バイ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 。覚えてね、私の顔。はい、じゃーん、家を出ます。なんか家の外すごい並んでます。あ、ごめん、めっちゃ遠いし、めっちゃすごくない、やばい、人がたくさん並んでる、すごい、すごい、こんにちは、コテコテの中華街です。一本入った道だとこういう風に道の上にこうやって椅子があってみんな食べてます。今日行くのはこのトムはなんとかつとかです。中華料理でお茶が出てくると思うんですけど、なんか中国人はお茶をメインで飲んで、で天津はその付け合わせみたいに食べるらしいです。メニューはこれでペンで欲しいものにチェックとか1位とか2位とか書きます。キャッシュオンリーということでゆゆまうさん出発しました。待ってる私たち。あと41分間記録できる。今日消しといた。あ、映した。おお。あ、もう来た。来ました。じゃーん。スカリオンパンケーキ。スカリオンは長ネギです。長ネギ？スカリオン。スカリオン。英語講座しようよ。英語講座。スカリオン on the podcast。スカリオン。スカリオン。これいい。これ欲しい。じゃーん。スカリオン。チャーハンとスカリオンパンケーキと肉まんです。とりあえず来ました。声聞こえてるかわかんない。しかも飲むくなったって。飲む、あった来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 た、ただいまギャル来た、大事。マジ目の前にいたのにわかんなかったです。来ましたよ、来ましたよ、かわいい、来てる、本当だ、片目が食べ物あることも気づかない。情報察知能力って大事。片目が違う。片目が違う。かわいい。パリパリ。自分のせいかわかんない。めっちゃ持ちにくいんだけど、食べれないんだけど普通に。ちょっと転がる。でもこれすごいむずい。なんか大きい。じゃ別に目のせいじゃなくて、ね、自分のせい。食べることもできなくなっちゃう。うん。ごちそうさまでした。まあ。食べ終わって眼科に行きます。本当に私のせい。マッチこんな感じ。あ、大丈夫、やばい、周りを見て、周りを見て、目2個ある。
けまもシールも剥がされる。セントラルパークを歩いてます。着きました。メットです。閉館のお時間です。メット見終わって今から夜ご飯食べます。イエーイ。今日は結構夜寒いんだけど10度前後ぐらい。だけどみんななんかまだ T シャツとか着てる感じで世の中。いざカメラを目の前にすると何を喋ればいいのか分かりませんね。私も分かりません。やだ、このどす黒い声が。リブチューブ。なんとかピッツァ。Thank you. あ、入れてもらう？ Yes, please.Like even when it's night time, but if it's night time, you should always take the train. こんな感じ。店員さんのお尻でかすぎて触っちゃったじゃない。いいとこだった、美味しかった。ニューヨークは結構デザートが充実してるのでデザートを食べに行きます。やっぱアウトドアダイニングも可愛い。可愛いね。片目でしか見えないけど可愛いのが分かる。一人で来よう、ね、かっこいいね。私の食べ方綺麗にしよう。多分こっちセカンドアベニュー。知ってる。はい。写真撮る。撮らなかった。この地下鉄はこんな感じで。ああ、割と金持ちの人が住んでるから、だから結構綺麗なんですけど、他の駅は結構汚いです。デザート屋さんに来ました。かわいい。
でっかっ。いや、それは8ドルするわ。ね、超大学生、このぐらいなんだ。それな。このぐらいなんだ。違いました。2回も。私は900円ケーキで湿ってた女。